ドッキリ神回避2ステージ1、やけど回避。あ、お団子ですね。美味しそうに食べてる。今のうちに何かしないとな。あ、氷があった。じゃあこの氷をお茶に入れます。これだけでいいのかな。全部食べたらお茶を飲む感じかな。 OK。 まあこれはね。ステージ2、居眠り回避。ズラ、校長ズラなのか。おっと、ボタンがある。何このボタン。寝ちゃダメよ。他に触れそうな場所はない。起きててね。これを渡します。ファイヤー校長飛んでった。先生、違うんです。ズラーン。そうか、これ罠だったか。寝ちゃダメよ。あ、先生のズラが、先生のズラが取れちゃった。ピカーン、眩しい。あ、終わった。これでよかったのか。なんだ。ステージ3、飛び回避。飛び箱か。自分はめちゃくちゃ苦手でした。あ、なるほどね。飛ぶ、あれがなかったのか。え?1 段、2段、3段、4段。え、全部取っちゃダメじゃない?これで、1番だけを置くと。ダメやないかーい。これもう普通にそのままでいいのかな。あれ、マリオ並みの跳躍力だよね。1段だけ、これでどうだ。これでいいんかーい。ステージ4、竹回避。かぐや姫か。なんか急にでかくなったね。竹回避だもんね。何か触れるわけじゃない。ほい。は?消えた。よいしょ。翻弄されてますな。なんか非常口があるぞ。何これ。あー、なるほど。バルブがあるね。これ切ります。消えました。これは水があるもんね。これ以上は切れない。切ると、出てきた。これでよかったのか。じいさんやないかい。ステージ5、絶叫回避。スパナがあるってことは壊れてるのか。めちゃくちゃガタガタしてんな。え、スタートボタン押してないよ。あ、直してくれた。あー、なるほどね。危険そうなところをタップしたからいい感じになったのか。危ないね。これも閉めないとね、ちゃんと。これで、あ、危ない。ダメー。なんで外すのよ、バカ野郎。余計なボタン押しちゃったよ。ごめんなさい。そうなるよね。なんで救われとんねん。くるりーんと。 OK、 クリア。ステージ6、はてな回避。あれ?これドッキリ神回避2だよね。前回も全く同じの見たぞ。まあちょっと花の位置が違うかな。いちごがあった場所に何もないし。まず拾います。近づいてくるケンタウロスの後ろにいちごがあったね。で、ポケットの取ります。で、イチゴが見えたからこれで拾います。で、あ、鳥が運んできてくれた。いいね。これで、花飾りできました。かぶせます。イチゴを加えさします。で、ここを触って、レディーが現れたね。ニューカマーが。これで、OK と。前回と全く一緒だった。お幸せに。ステージ7、罠回避。あー、バナナの皮があるね。で、特に何かタップできるわけじゃない。まあ、とりあえずバナナの皮拾います。で、
バナナの皮を置けたりはしない。うん。じゃあ、このまま進んでいいのかな。進んでみよう。いや、そこにあるんかーい。あ、よく見たら色変わってたね。なるほどね。全然気づいてなかったわ。あ、連続タップしたら勝手に現れたわ。じゃあ、これで、タップしてもこれ以上何も起きないから、進めばいいのか。チェーって。オッケー。ステージ8、雨水回避。また雨シリーズか。なんか曲がってるね、黄色いやつ。これを急いで刺すんだぞ。ん？見た感じはそんなに変わりなさそうだけど、まあこれで普通にクリアだよね。特に変化はなし。多分これでいいのかな？うん、特に何もないね。ああ、なるほどね。おお、そういうことか。ダブルか。やるね。ステージ9、鳥回避。鳥回避か。ああ、なるほど。鶏がいっぱいいます。で、卵が4ついります。まあ、ここに1個あるよね。あ、これは普通に取れたね。亀さんは触っても何もない。餌？あ、餌を入れるあれがいるのか。これだね。これを置きまして。ギャースダメなんかーい。ここでいいのかな。いやー、ここでもいっぱい寄ってくる。あ、亀の上に置ける。え、大丈夫だな、これで。まあ、餌取ります。あ、なるほどね。亀の上に置いて、亀が出てきます。亀の餌に寄ってる間に卵を取りに行くか。なるほどね。これはむずいわ。結構失敗したな。ステージ10、虫回避。虫か。あー、なるほどね。カブトムシが欲しいと。なんだろうね。セミは捕まえれました。いやーダメなのか。カブトムシが欲しいって言ってるのはわかるのよ。ん？あ、なるほど。網を縛るのか。まずここで捕まえて入れます。で、この後にカブトムシを手で掴むんかーい。ステージ11、ビリ回避。特に何かタップできるわけじゃない。まあ、とりあえず何もないんだったらこのままスタートしようか。スタート。まあ、主人公スリッパだから遅いわな。あ、タップしたらこかせれる。彼早いね。めっちゃ疲れてるし。邪魔はさせん。あ、飴玉拾っちゃった。ダメよ。あー、ダメ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 。ダメよ、ダメよ。いいよ、いいよ。その調子。ナイス。よーし、ワンツーフィニッシュ。ステージ12、クラゲ回避。クラゲ回避か。まあ、本人は魚が欲しいって言ってるけど、右に行く方向あるみたいだけど、あ、貝殻拾えたね。あ、サンゴも拾える。あ、ここに、パールがあるね。焼いてたのか。あ、ここにも貝殻がある。なるほどね。そういうことか。この人何にでもなるな。面白いね。で、これとこれをつなげて、で、これを彼に渡します。これも渡します。めちゃくちゃノリノリだな。で、あー、なるほどね。ちゃんと泳ぐ用の装備をくれて、で、これで取りに行くと。いけい。で、これでクラゲに刺されても安全だから、森でプスッと。ナイス。ステージ13、犬回避。あー、なるほど。首輪の紐が外れていると。ふむふむ、これタップします。つながったね。で、なんか、屋根の上が汚れてるけど、特に何もない。で、ゴミがある。うっ！くっせー！ダメかーい！ピンポンします。出てきたね、番犬が。いや、抜け取るやないかーい。さっき大きい方のゴミ袋出したよね。ちっちゃい方タップできるのかな。あ、なるほど。魚の骨が出てきた。これを？あ、出てきたね。かわいい。お。あ、なるほどね。
これでにゃんこ追いかけます。でこれでピンポン押します。その間におばちゃんが出てくると。なるほどね。ステージ14大凶回避おみくじか。なるほどね。こっちにも行ける。ああ、100円で。いや、100円はこのおみくじに入れるのよな。ここは何かできるのかな。開いたー。あ、100円が出てきた。ちょっと今、指が重なって見えなかったけど。これで、ご祈祷するって感じか。当たりますように。なんか影が出てきたんですけど。大凶。大凶。全部大凶やないかい。戻せたりはしない。これでえ、こうなってんのおみくじの中って。いやー、このシステムは初めてですわ。で、これで100円入れます。で、大吉。やったぜ。ステージ15、生回避。あー、なるほど。お肉の生を避けろと。まあ、確かにお腹壊しやすいもんね。こっちもやってんな。で、電源コードが刺さってなかった。時計は何もない。父ちゃんそこにいたのか。あー、なるほどね。焦げ取りやないかーい。これはあかん。これはあかん。母ちゃんも避けたぞ。あー、なるほどね。父ちゃんがこれを隠してるからっていうことか。もうこれは無理だわ。これは回避できねえ。大惨事。さようなら。まずで、あ、これで焼いていくのか。なるほどね。いや、さっき火力が強すぎたから父ちゃんのコンセントはどちら製を刺さないといけないのか。で、これで食べるを押したら、OK! 美味しかったと。